男子の日本がイスラエルを1対0で下し、3連勝で首位突破を決めた。途中出場のエース FW 細谷正宏、22イコール柏レイソル、が決勝点を奪った。8月2日、同3日の準々決勝では、前回東京大会の準決勝で敗れた C 組2位のスペインとぶつかる。試合終盤にピッチに倒れて途中交代した MF 川崎壮太。 23イコール京都3が FC。が状態を明かした。相手と競り合った後に腰付近を気にしながら、短架で運ばれてピッチを後にした。ちょっと痛みはあったんですけど、90分やろうと思ってたんですけど、最後の競り合いの時にちょっと痛めてしまったんで、交代せざるを得なかった、と明かした。痛めた箇所については、後ろらへんです。ここってのはないんです。後ろですね。 負傷退場からやや時間が空き、痛みに関して問われると、それはゼロではないですけど、もう絶対無理という感じでもないですし、本当にやることやってと思います、と先を見据えた。この日が23歳の誕生日だった。記念すべき日に大舞台で初先発を飾った。試合直後は硬さも見られたが、徐々にリズムをつかんだ。周りの人たちもみんな大丈夫だよって声かけてくれたんで、 本当にやりやすい環境だったと振り返った離脱した DF ハンダリ陸22イコールガンバ大阪も含めて23人全員でが合言葉だ拮抗拮抗した展開の試合をものにし全員の力で勝ったもぎ取った勝利だと思いますし自分は最後まで出られませんでしたけども全員がほんと戦ってるのを見てましたし 本当にこのチーム頼もしい限りだなと思います。と一体感に手応えを示した。